今日はその方に会場に来ていただいております。この方です。ミラちゃんですか今。そうですね。一体誰でしょうか。さあ音楽が鳴って、おお、さあ、タミさん、これはあれだ、本当ですか。ポポタンじゃなくてチーター。ポポタンはもういますけど、いや、しかも、上の帽子が取れちゃいましたよ。さあ、あれちょっともうだいぶ陰り狂う感じですね。暴れてますね、はい。さあ、リックに入ろうとしております。チーターは入れる。チーターが今リングイン。うわー、もうだいぶもう限ってます。秋葉原出身のコツメカワウソの妖精、秋葉原観光推進協会公式キャラクターチータンです。あれクリス・ブルックスが入ってきた。ちょっとクリス・ブルックスが なぜクリス選手が、ちょっとクリスが、え、ちょっと、ちょっと嫌な予感しかしませんよ。ちょっとコーナー上から何をしてた。危ない、あのポポタンの頭を完全に踏み落とした男ですよ、クリス・ブルックスは。チーターですよ。ダメですよ、ポポタンのやつ、チーターじゃダメですよ。クリス、落ち着いて。あ、よかった。しかし、いや、よかったというか、ドロップキックしてますからね、今ね。確かに、はい、結構なドロップキックでした。マイク取ります。おい、お前何してるの。なんで ADD 言ってる。じゃあ、まだどこ分かんない、まだいつ分かんない、だけど、ついにチーターン殺します。なんて物騒な一言。チーターン、なぜ逃げて。おおお、しかし向かってきますよ、チーターンも強いですね。あれ、チーターン、あ、あら、危ない。おっと、お、ドロップキック。チーターンがドロップキック。クリス・ブルックスたまらず場外へ。5月3日横浜武道館大会、チーターンプロレスで優勝、どうぞご期待ください。これは、全然ポッポ考えているんでしょうか。クリスめちゃくちゃ怒ってますよ。怒ってますね。いや、もうみんなで止めないと、これはちょっと大変なことになります。さあ、そしてチーターもこんな可愛い顔して、いや、もうこれは相当今振り打ちのドロップキック。あ、ちょっとなんか黒い部分が見えますか。ね、意外と細いですね、じゃないんですよ。いやー、まさかのチーター参戦。参戦ということですね。いやー、これは驚きました。でも確かに DD っぽいですね。そうですね。いや、もうね、参戦をするということなんですが、やる気に満ち溢れていたところ、クリス・ブルックスから不意打ちのドロップキックを食らい、お互いにドロップキックを、そうですね、もうやられてやり返したという感じです、ね、やり返すのがすごいです。そうなんです、気の強いね、はい、チーターの部分が見れました。さあ、DDK に参戦いたします。チーター、手を振っております。かわいいですね。可愛いだけじゃないんですね、だからね。